はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の9月22日の金曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は9月の22日の金曜日ですね。昨日も雨が降って、今日も朝からどんよりとした曇り空、そして、湿った空気で、今日明日ぐらいまで結構、雨が降りやすい天気となっているということです。日曜日ぐらいから天気回復して、秋のですね、乾いた爽やかな空気に入れ替わってくれるといいなと思いますけども、どうでしょうか。ですね、今日この職場に向かってくる途中、自分の頭の中に浮かんできた言葉については、幸せというものは、この幸せという状態があるわけではなくて、自分が幸せと感じるかどうかだから、自分がどういう時が幸せと感じるかを考えてみるといいのではないか、というような言葉になりました。この幸せというような言葉をめぐっては、本当に毎日いろんなところで、ネットもそうですし、新聞だとか、いろんなところで幸せを感じるかどうかとかですね、自分は幸せだとか幸せじゃないとか、さまざまな形に言葉を変えて、いろんなところでこの言葉を 見かけるような気がします。ただそれについてですね、思うのは、いつもこの幸せというのは、自分がこの幸せな状態であるかどうかということをですね、この悩んでいるような、形の、この言葉がですね、目立つような気がして、自分で感じるのは、やっぱりこの幸せというのはですね、この状態というものがあって、自分がその幸せという状態に入っているのかどうかということではなくて、やはりどんなこと、どんな立場、状況だったとしても、自分が幸せと感じればそれで幸せということになるので、例えば自分であればですね、この疲れて帰って家に帰った時のですね、ペットの顔を見た時にも幸せを感じるし、昨日今日とかですね、本当に湿ったこのどんよりとした空気の中では、ちょっと不快感を感じますけれども、爽やかな風が吹いている時、この青い空を見た時にもですね、季節の変わり目だとか、それからこの天気のですね、気持ちよさなどを感じた時にも幸せを感じるし、そして何よりもですね、こうして自分で、音読などをして、学校の勉強などとは違う、何かを覚えたりしなくてはいけないとか、何かを計算しなくてはいけないとかいうような意味での勉強ではなくて、この新聞などを通していろいろな意味でこの幅広い社会、を見てですね、そしてこの社会の深さというものを知ったり、なかなか思うようにいかなかったり、自分の知らない世界がたくさんあったりということを、この垣間見るというだけでも幸せを感じるなというふうに感じたりもするので、例えばですね、この自分で、何かですね、完全に、この幸せということの状態のために、この、いう状態があれば完璧に自分が幸せになれるとかですね、そういうことを追い求めてるわけでもないですし、そういうものを仮に追い求めたとしても、その状態というものが必ず来るというわけでもないので、やはりこの日常の平凡な毎日の中からですね、自分が幸せと感じる何かを見つけて、それに向かって自分が感謝をして受け入れていくということによって、幸せということをですね、自分なりに実感したり、そういうことにですね、自分が目を向けるフォーカスをしていくというような、そんな習慣というものができるんではないのかなというふうに思ったりするので、なかなかそれは人によっても違うし、環境によっても違うし、家族構成だとか、それからその自分が住んでる地域によっても違ったりするので、本当に何かトラブルに、巻き込まれている方、いろいろな意味でですね、うまくいかない中、うまくいかない時、それからですね、例えばだけど社会に出るような就活をしている時だとか、受験勉強をしている時などはですね、本当にその、自分がいろいろなことでですね、思い悩んだり、それからこの深い森の中にいるようなことで、いつこの森を抜け出すことができるのかというようなことになったり、もしくはその自分が受けた会社一つ、採用されるかどうかによって大きく人生が変わるような気がしたりという時にはですね、いくら幸せというふうに感じろ、幸せと思えば幸せだというふうに言ったところで、それをですね、自分の中で処理したり、
消化したりするにはかなりの時間が必要な時もあったりもするので、必ずしも今日ですね、今この瞬間に幸せと思えば幸せだということを言われても理解もできなければ何を言ってんだというふうに思うこともあるでしょうし、自分自身もそういう時期もあったと思います。なので、そういう時やですね、深く思い悩んでいる時とかトラブルにある時、なかなか自分が思うようにいかない時などは、ある程度の時間をかけてゆっくりゆっくりですね、自分なりに毎日日頃、生活をする中から、ちょっとした幸せだとか前向きに捉えられるようなことを見つけつつ、それをですね、このかいつまんでいって、やがてそれが1年2年3年経ってですね、ある程度自分の心の傷みたいなものが癒えてきた時にはですね、またきっと違う視点もできるし、そういう時には自分自身も強くなっているはずだというふうに思うので、なかなかその環境によって、自分自身のことをコントロールするというのは難しいけれども、とにかくですね、今日自分の中で頭に浮かんできた言葉については、幸せというものは、幸せな状態というものがあるわけではなくて、自分が幸せと感じるかどうかということなので、自分がどんな時に、幸せを感じるのかということを考えて、そしてそういう状態がより少しでも多くなるように自分自身を仕向けていこうというような言葉になりました。ということで、今日もまずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 32,571円03銭、32,571円03銭ということで、一昨日に比べるとマイナス452円75銭ということで、500円近く値下がりをして、昨日3万3000台ギリギリでした、だったと思いますけれども、それが3万2500円台まで値下がりをしてしまってますね。円ドル相場については1ドル148円24銭から26銭、1ドル148円24銭から26銭ということで、おとといに比べると11銭の円安ということで、この時間帯ですね、他の取引所などのニュースなどを見ていると147円台で取引をされているところもあるようなので、147円台から148円台を行ったり来たりする状況が続くように見えますね。そして、今日のですね、音読の題材としては、まず一つ目がですね、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からで、タイトルは米国景気の軟着陸への展望に死角はないかということで、米国、アメリカの景気は、思ったよりも底堅そうだということだそうですので、ちょっとまたですね、自分自身日本語読んでも日本語に聞こえない言葉とか専門用語がたくさん出てきますけれども、毛嫌いせずに学んでおきたいと思います。米国景気の軟着陸への展望に死角はないか。米国連邦準備理事会 FRB が想定を超える経済の強さに対応し、金融引き締めの状態を長く保つ見通しを示した。年内で利上げを打ち止めにするが、利下げへの転換は遅らせる道筋を描く。経済・物価の不確実性は高く、現状や経済構造の分析、金融情勢の点検に一段と注意を払う必要がある。9月20日の米国連邦公開市場委員会 FOMC で政策金利を22年半ぶりの高水準で据え置いた。 FOMC メンバーの新しい見通しでは、年内あと1回の実施で利上げを終えるという想定は変えなかった。焦点は利下げへの転換時期。2024年中に2回 0.5% 分の利下げを見込み、6月の前回見通しの4回 1% 分から減らした。それだけ利下げの開始が遅れ、金融引き締めが長引く。パウエル FRB 議長は、誰もが予想していたよりも経済活動が力強いと背景を語った。経済・物価の見通しでは、2023年・2024年の実質成長率を上方修正したほか、失業率も引き下げた。インフレ率は2025年以降に目標の 2% 程度に落ち着く姿だ。景気の軟着陸への展望を明確にし、物価安定との両立に自信を深めつつある。景気が強い中でインフレが減速していくというシナリオには死角もあるはずだ。経済の強さが本物なら、望ましい、政策金利の水準は想定よりも高いかもしれない。金融引き締めの一段の長期化を迫られる可能性もある。
市場では夏以降、米国景気を不可視も冷やしもしない政策金利の水準を示す中立金利の上振れをめぐる議論が高まっている。今回 FOMC メンバーが思う中立金利に相当する政策金利の長期見通しは、中央値こそ 2.5% で横ばいだったが、予想値を引き上げる動きもあった。パウエル氏も上昇の可能性を認めた。政策金利の最終的な落ち着きどころを大きく左右するだけに、専門家も含めた精緻な分析や議論、積極的な情報発信が欠かせない。一方で景気の急減速と物価高が重なるリスクも無視できない。最近の原油再騰はガソリン高などを通じて一段の物価高や消費減退につながりうる。全米自動車労組のストライキも情勢次第で賃金、物価や経済活動に広範な影響を及ぼしかねない。FRB は様々なリスクに目を配り、経済や市場の混乱を避けつつ、景気の軟着陸と物価の安定を両立できる道を探ってほしい。ということでですね、こういう金利の問題になってくると本当にですね、日本語を読んでいても日本語として頭に入ってこない専門用語がたくさん出てきて、なかなかですね、理解も難しいし、でさらにこういう大きなですね、金融とか市場の金利の話になってくると体感的には本当に全くわからないので、読んでいてもですね、何のこっちゃということを毎回いつもながら思いますけれども、こういう世界観があるということをいつものようにですね、読んでいくだけでもこの世界観、自分の視野が広がっていくと思うし、これから先もですね、2ヶ月か3ヶ月おきには必ずこの手の話は出てくることになるので、これから先にもですね、読み続けて、この世の中の移り変わりというものが、こういう話題からもですね、自分なりにずっと見続けていくことによって、ほんの少しずつでも理解が深まっていくといいなというふうに思います。そして2つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞朝刊の社説の2つ目からで、株式市場を去る東芝の教訓ということで、東芝がですね、 TOB を成功させて、年内にも上場廃止になる予定だそうですので、こういうですね、意味での栄枯盛衰みたいなものも含めて世の中社会は動いているので、こちらもですね、2つ目の音読の題材として学ばせてもらいたいと思います。株式市場を去る東芝の教訓。国内投資ファンド、日本産業パートナーズなどによる東芝への TOB 株式公開買い付けが成立した。1949年から上場している東芝の株式は年内にも上場廃止となる。物言う株主、アクティビストの圧力から解放される東芝の経営陣は再建に力を尽くしてほしい。東芝の混乱の始まりは2015年に判明した不正会計だ。2016年には米国、原発子会社で損失が発覚して経営危機に陥った。上場廃止を避けるために増資をしたが、株式を割り当てたアクティビストとは経営の路線に食い違いも見られた。長期の視点で再建に専念できず、フラッシュメモリーなど優良事業の売却を余儀なくされたことで収益力の低下を招いた。8年に及ぶ東芝の混乱は株式市場に重要な教訓を残す。第一に企業統治、コーポレートガバナンスの重要性だ。不正会計が発覚する前の東芝はガバナンスが優れた日本企業の一社と見られてきた。確かに委員会などの形式は整っていたが、上位下達の官僚的な企業文化が強く、米国の子会社を含め経営を厳しく監視できなかった。第二に株式市場と真摯に向き合うことの大切さだ。不正会計が発覚した直後の説明は明瞭さを欠いた。長期の視点で経営を支援する機関投資家との意思疎通も足りなかったようだ。2020年の株主総会では東芝と経済産業省が一体となり、一部株主に圧力をかけたとされた。市場を愚弄する行為に他ならない。こうした東芝の教訓を企業や投資家は重く受け止めるべきだ。ガバナンスをはじめとする市場改革の力強い継続が求められる。東芝には量子暗号など有望な事業がまだ残る。新しい株主は非上場となる東芝の再建を監視する責務がある。経営陣や社員と再生の青写真を共有し、広くステークホルダー、利害関係者への説明責任を果たしてほしい。何よりも経営を覆ってきた閉塞感を変えなければならない。
ということで、東芝のような大きな大きな会社もですね、本当にこの一つ間違ったりすることによってですね、この影響が8年にも及ぶということで、この不正会計から、そして米国子会社の経営危機からですね、この今に至るまで、この株会社を分割するとかですね、それから TOB としてこの株主公開買い付けをして非上場化していくとか、言ったらですね、右往左往するようにも見えていますけれども、巨大なこの企業もですね、暗中模索とそれから試行錯誤の連続で成り立ってるんだなということを感じたりもしますし、大きい会社企業だからこそやっぱりある意味ですね、この範を正して姿勢を正してですね、小さな私たち一般庶民、小さな仕事のお手本になってくれるような、そんな動き方というものをですね、示してほしいなと思ったりもしますし、これはこれで本当に難しい話だとは思いますけれども、とにかく半世紀以上ですね、長らく上場会社であった巨大な企業が非上場会社となっていくというような動き流れになっているということですから、これも一つの意味で歴史の転換点ということになるということですね。そして3つ目の音読の題材としては、今日の日本経済新聞のビジネス面欄からということになりますけれども、タイトルは、PC ゲームも持ち運びということで、東京ゲームショーが昨日から開幕をしたということで、今年はですね、ソフト面よりもハード面に注目するような展示が多くなっているということですので、この東京ゲームショーが開催しているというニュースだけはあちこちで見ましたけれども、個人的にはあまりちょっとこのゲームにアンテナが立っていないので、どのようなことなのかなということをこの新聞の記事から学ばせてもらいたいなと思います。東京ゲームショーが開幕でハードに注目、 PC ゲームも持ち運びできるようになるような端末がたくさん展示されているということです。世界最大級のゲーム見本市、東京ゲームショー2023が9月21日に開幕した。ソフトだけでなくハードも注目を集め、台湾の ASUS のパソコン、ASUS のパソコン並みの高性能端末ゲーム、携帯ゲーム機が話題をさらっている。高画質のゲームを持ち運べる時代が到来。ソニーグループもスマートフォンを活用した新技術などで利用環境の変化に対応する。会場の幕張メッセでは、会場前に1300人以上の長蛇の列ができた。英語のほか中国語、韓国語が多く聞こえてきた。会場後、ゲームが試せるブースの中には一時30分待ちとなる列もあった。例年各社が競ってゲームソフトを披露するが、今年は最新のゲーム用 PC などハード機器を展示するコーナーが初めて登場。特に目立ったのが ASUS の携帯ゲーム機 ROG Ally。 米国のマイクロソフトの PC 向け基本ソフト Windows 11や高性能半導体を搭載して据え置き PC 並みの性能を誇る。サイズは任天堂の携帯機、任天堂スイッチより一回り大きく、7インチ液晶の左右にあるコントローラーを操作して遊ぶ。米国のデルテクノロジーズや米国インテルも PC ゲーム端末を出展して、中国のスタートアップによる携帯ゲーム機も目立った。中国レノボグループは今回のゲームショーで出展しなかったが、初の携帯ゲーム機レギオン5を近く発売する。ASUS 製もレノボ製も外出先で遊べる携帯製と PC 並みの高性能を併せ持つ。スマホのゲームでは物足りないと感じるユーザーらを取り込む狙いだ。ゲーム機の歴史をたどれば、これまでも携帯型が人気だった時代がある。任天堂は1980年代末から2000年代前半にゲームボーイで市場を席巻。現在はスイッチが主力。ソニーグループも2004年にプレイステーションポータブルを発売。いずれも専用ゲーム機でしか遊べない看板ソフトがあった。今回出てきた ASUS やレノボの携帯ゲーム機は専用ソフトで遊ぶことを想定していない。一台で PC やスマホ向けゲームを楽しめて、ゲームの汎用化を印象付けた。こうした流れに乗ろうとしているのがマイクロソフト。マイクロソフトには Xbox という専用機があるが、 PC やスマホ向けゲームも展開する。遊ぶ場所もハードも、
選ばないゲームへの対応は企業の競争力に直結しそうだ。ということでですね、まあ、ちょっとゲーム、自分自身も、まあ、昔はですね、ファミコンをやって、まあ、ファミコンをちょっといじってみた時代があったり、まあ、もちろんその、ゲームウォッチとかですね、ゲームボーイはやってなかったかな、ということでゲームウォッチなどや、まあ、少し遊ばせてもらったようなことがあったぐらいで、積極的にですね、本当にこのゲームをやっていた時代というのは、時期というのは非常に短いので、あまりこのゲームとか、それから漫画とかは得意ではないんですけれども、まあ、それでもこういう世界観があって、経済がこれによって動いているということ、それからこれによってパソコンだとかスマホだとか、それからこの端末などがですね、進化していく、まあ、こういう技術とかニーズに応えるように技術やテクノロジーも進化していくというような、まあ、相関関係にあるということなので、こういうようなゲームが進んでいくからこそ、私たちが使うスマホ、PC も進化していくということになるでしょうから、まあ、これはこれでこういう世界観というものもですね、楽しめる、まあ、一つのコンテンツがたくさん増えるということで、いい時代なんだなというふうに思ったりもしますし、東京ゲームショーでもですね、本当に話題のたくさんいろんな話題が出てくるので、まあ、それがまたこの紙面にですね、出てくるようなことがあれば、キャッチアップ、アップデートしていきたいなというふうに思っています。ということで今日は2023年、令和5年の9月22日の金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれるようなことがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。